ミッチさん、明日美容室を予約していますが体調不良です。行かなければいけないでしょうか。結構これも難しい質問でございますけどね。行けたら行くっていうのが一番いいんだけど、直前にキャンセルしたりするとまた先方にも迷惑がかかってしまうということがありますよね。なので、自分の体調と判断して決めていくんだけど、私なんかはとりあえず行ってみるっていうことをしますけどね。例えばスポーツジムとかにも、今日なんか調子が悪いからあんまり行きたくないなと思うんだけども、とりあえず行くだけ行ってみて、あんまり体調が上がらないようだったらあんまトレーニングしないで風呂だけ入って帰ってこようとかね、そのぐらいの気持ちで行ってみると、トレーニング始めてみると意外と調子って上がってくるものなので、人間のモチベーションって動き出すと動くものなんですよ。最初にゼロから動き出すところ、何もしてないところから、例えば家を出るところ、これが一番精神エネルギーがかかるところなんですね。だから家から一歩出れば意外とあとは行けてしまう。例えば朝散歩に行きましょうって言っても、着替えて家から一歩外に出るところまでが大変さの 90% ぐらいで、一旦外に出たらとりあえず5分歩こうと思ったら結局10分か15分歩けちゃったりするってことがあると思うんですよね。とりあえず行ってみるっていうのも一つの対処法というか手ではありますけどもね。できればなんかこう馴染みの美容室みたいのを作っといて、そういう風に調子が悪いこともあるんですよってことも理解してもらって、今日ちょっと調子悪いんで行けませんってことを気楽に言えるような関係性というものがあると逆に行きやすくなりますね、すごくね。だから今調子悪いけどギリギリになってキャンセルすると申し訳ないわとかね、向こうに行ってからなんか調子が悪くなって申し訳ないわっていうことを考えれば考えるほど余計調子が悪くなっていけなくなってしまうわけで、コミュニケーションっていうのかな、気心が知れてるっていうのは結構重要で、気心が知れてる美容室さんであれば多少調子が悪くなっても気にしないでやってくれるっていうことがありますので、同じ美容室で同じ人に切ってもらうようにして仲良くなるってことがとても重要ですね。私が昔患者さんでやった例で、やっぱり美容室に行けないっていう人がいたんですけど、その場合どういうふうにしたかっていうと、まずお母さんが美容室に行くときに一緒についてってもらうっていうところから始めたんですね。で、美容師さんと顔なじみになって、自分は髪は切らないけどお母さんと一緒に行ったときに美容室に行く練習をしたわけですね、そこでね。で、何回か行ってるうちにその美容師さんとも会話できたり普通に話せるようになってきたので、自分も行きたいわって気持ちになって、ようやく美容室に行けるようになったっていう、ハードルを下げて少しずつそこからステップアップしていくっていうことですね。だから人間的な関係性があると緊張感っていうのは和らぐので、そこの人と仲良くなるっていうのが生きづらさというものを生きやすくしていくっていうね、一つの対処法。さっきも言ったんだけど、行きたくないとかできないっていう時に無理してやって調子が悪くなるのか、ちょっと頑張ればなんとかできるのかという、ここをうまく判断できるようにならないといけないんですね。だからその辺の見極めというものを練習していくといいですね。練習した場合においてノートとかで記録しておくといいですね。このぐらいの調子の時に無理していって、やっぱ具合悪くなったわとか、このぐらいの調子の時になんとか頑張っていったら意外とできたわっていうのをノートにちゃんとアウトプットしておくといいです。そうすると次の時に今日も大丈夫だわとか、そういう感じになっていくと思いますので、参考にしてみてください。